忙しい中お集めいただきまして本当にありがとうございます。先生もお忙しい中本当に昨日締め切りが ありがとうございます。今回エッグスタンド初舞台化の許可をいただきまして稽古に勤しんでいます。本当にありがとうございます。いや最初は作品のイメージがすごく好きで、やらせていただきたい、舞台化させていただきたいと思ったのがもうかれこれ10年以上前 の、 訪問者の指名をやらせていただいた後に、お願い申し上げています。倉田さん、他にも第二次世界大戦を題材にしたシリーズみたいに舞台化をされていましたよね。死の泉とか、パサジェルカとかも、あの辺に加わってやっております、そうでした、それで、ご許可いただいたもののなんかいざと思ったらとてもちょっと怖くなって踏みとどまってしまってちょっと月日が経ってしまってやっと今回一歩踏み出せると思って舞台に投げさせていただきます。なんかかなり暗い話なのでね、よく勇気を出してないのやはり1984年に、作品発表されたと伺っておりまして、いきさつをぜひ作品をお書きになられたましてや世の中がバブルのちょっと前で、結構浮かれ調子に向かい始めた兆しがある頃で、その中でお話をどういう経緯で誕生したのか、私たちのすぐ世代、すぐ前の世代、父と母の世代が戦争の世代なので、世界大戦、太平洋戦争に、体験した世代なので戦争については興味があって少しずつ本を読んでいたんですけれど、日本を舞台としたものっていうのはあまりにも生々しくてなかなか直視できなくって、で高校の頃学校の図書館にそういった歴史本があったんですけど、もっぱらヨーロッパを舞台にした そういうドキュメント、ルポタージュみたいなものを読んでいたんですね。夜と霧とか、そこまでいかなかったんですけど、後ろからはちらっと、それとか戦後にパリで小ヒリをやり始めた女の人の話とか、それ調べるんですね。そうですね、私もタイトルを思い出してザッザッとしたものを読んでいて、なんかやっぱりその時分けられる義務っていうのはどうしてこんなに大変なことなのに戦争があったんだろう、それが素朴な疑問ですけど、ずっとそのことを考えていて、形的なものにアラン・デネの監督の映画で、24時間のジョージっていうのがあるんですよ。広島モナムールっていうタイトルが見てないです。素晴らしい作品なんです、ドイツ兵に恋したフランスの少女の話と、戦後になってその子が広島にやってきて、広島で男性、日本人の男性と知り合って、お互いに惹かれ合って、男性が最初、奥さんがいるんですけど、24時間恋愛するという、でも最後に別れていくんですけど、なんかそれに非常にショックを受けまして、やっぱり戦争の、悲しみっていうのは個人の上に落ちてくるなと思って、いつかそういうものを書きたいなと思っていたんです。それで84年に発表したのは本当は1年前に書かれたんですけど、たまたまちょっと交通事故なんかにあって、ソビエト、今でロシアという名前のソビエトで、ソビエトの、ソビエトによって交通事故があってしまったので執筆が1年遅れたんですけど、その分よく本を読むことができたんですけど、読んでも読んでもはっきり言って分からない、本当に戦時中の体験っていうのはなるべくそこに近寄ろうとするんだけど、こんなに距離があるものか、読んで分かった気になるんですけど、分かった気になろうとするんですけど、本当に正直なところ分からない。だからやっぱりむしろ映画とか舞台とか生身の人間がやってるものをダイレクトに見る方がこれはずっと明かりが早いんだなと思いました。で漫画でもそこら辺を感じ取ってもらえたらと思って書いたんですけど、
タイトル本人がうん、わからないですから書いてるからどこまで分かってもらえたかどうかいや、ひしひしと伝わってきます。あの 3人の身長もあとあのラウラにどんどん殺されていく人たち の、なんていうんでしょう、人生もあのパピオンとかなんで彼はラウラを捕まえてあのなんですか、ビフィッシュにいたあの、はいはい、あのラブを一番最初に、はい、あの殺し合いしてたんですから、ね、結構すごくあの説もものすごくものすごく響いて響いてしょうがないです。あ、そうですか。なんかちょうどその頃私はもうよく実は大喧嘩してましてあのご両親とご両親とちょっとねいろいろあって、それであの最悪な頃だったもんね。ちょっと親殺しのテーマに凝っていたんですね。その前後に書いたのも名刺のシリーズなもんで、はい、でなぜあの子供がお母さんを殺すのかって時にお母さんが自分をあの自分を愛してくれって言って縛りつけたからだっていうあのシーンがありますけど、もうあのあれを書いてる時自分でも親のことを思い出して苦しくて苦しくて、もう本当にあの親との関係が苦しかったなと今でも思います。だから殺していたじゃないんですけど、たまたま主人公はそのままやっちゃいました。今あの伺ってああそうだったと思ったんですけども、事故あの交通事故に遭われたのは1982年で、2年の年末で12月30日に交通事故に遭いましたので、それから2週間あのモスクワの五島近病院というところに入院していたんです。ちょっと赤かなかったので、あの安心ってことで、はい、その結構大変な思いされて、その時に何かこう死生観というか、はい、何か巡るものもやはり終わりだったんでしょうか。はい、私あ の、それまで非常に暗い人間だったんですけど、なんかあっけなく人間ってこんな風に事故に遭って悪かったら死んでたんだなと思ったらすごい開き直りまして、はい、まあなんかどうしてわからんことなの、どうしてうまくいかないの、どうして分かってくれないのとかキーって感じだったんですけど、まあいいか、あと思ったからですねちょっとそんな感じになりました。あでも先生が今のような先生になられてよかったです前の先生だってきっと怖くてお目にかかえるけどとんでもない、はい、あそのでもあの本当にこう第二次世界大戦の、はい、今先生、はい、日本って非常に生々しいとおっしゃってましたんですけども、あの何でしょう、やっぱりナチスの話とかユダヤ迫害の話、はい、それから、まあ、あれもあのエクスタンドも、はい、ドイツ軍が占領ナチスが占領しているパリで起きている話で、はい、なんかそういうものの、まあ、ある種特殊な極限状態だと思うんですけども、はい、何かその創作活動にあの影響っていうか、なんて言うんでしょうね、はい、そういうことが及ぼすパワーというのはどんなふうにお考えで、その状況が物語を作っていくとき、それこそどうなんでしょうね。例えば、実は私も本当によく分からないんですよ。なんかうまく向こうから降りてきてくれる場合もあるし、なんかあの降りてきたものをうまくキャッチして入り込む場合もあるし、これはあの日本の自分の部屋でずっとストーリーを考えているんですけど、そのパリのここに住んで階段を上がってきて、ドアを開けて、その窓からパリの風景が見えてっていうふうにずっと考えていて、あの5分ですよとか言われて、はっと気がつくと、あれ、なんで私パリにないのって、なんかちょっとあの脳内旅行ですか、してる感じで。入り込んでしまいました。でもあのやはりこの こんなことを好きに言ってあれですけども、究極 あのドラマがやはり生まれやすい状況だなと思うんですね。あのルイーズがユダヤ人だという身分を隠して、あの本名はルイージっていうのに、あのルイーズっていうフランス人の名前に変えていて、それでマルシャンはレジスタンスの活動、非暴力のレジスタンスの活動をしているし、何かそういう追い込まれる状況を何て言うんでしょう、あの
与えてくれるようなそういう状況というふうに私なんか思ってしまうんですけども、とてもあの当事者にしたらたまらないと思うんですけども、こう離れてみてると、そうですね、なんかあの本当もっとちゃんと悲惨なところも書かなきゃいけないんだと思うんですけど、あのやっぱりあんまり悲惨なものを書かれたものを読むとね、やっぱり読んだとすごく辛くなってくるんですね。自分で書いても辛くなるので、あのなるべくちょっとフィルターでちょっと遠ざけたりとか、だからあのレジスタントの人たちの背景にもすごくたくさんの人の苦労があるし、それからあの登場人物の人々の背景っていうのを考えると、やっぱりみんなあの時代に生きてしまった、あの時代を迎えてしまったっていうあの大変さがあると思って、書きながらこの人たちに大変だな一言本当に、あの後マルさんがどうやって生きていくのかなって、どうやって生きていくんでしょうね、すごく思います。あの子もレジスタンスに入ってね、なんか死ぬんじゃないでしょうかね、死んでほしくないけれど、あの彼がまあもうネタバラシになってしまうけれども、はい、あのラウルを自分の手で最後あやめてしまって、はいはい、で春は来るのだろうかって言いつつ、はい、あの物語は終わっていくんですけども、はいはい、ですけども彼はすごくあの勇気のある人だなと私は思っている、あのマルシャン、ラウルが痛いけなあの子が、はい、あのナチスがもう追いかけてるっていうことが分かったからこそ、はい、ナチスの手に私よりはとひどい目に遭うよりはと思って、はい、自分の中で殺す道を選んだのかなと思ったりしたんですけども、はい、そうですね、いくつかあの方法があったと思うんですけど、もうルイーズを失ったもんで、彼氏としてはもう他に失うものがないっていうんで、あのラウルを手にかける、もし家庭として考えてラウルに親しいおばさんとかがいたら、おばあちゃんとかがいたらそっちに託したかもしれないけれどとかね、なんかいろんなことをちょっと考えてしまいます。で、あのラウルがあの死んだ卵が間違えて食卓に出されるようにされて、食べなさい、アピルの中に死んだヒナが入ってるって話をするんですけど、この作品のタイトルのエクスタンドっていうのは、最初にエクスタンドってそれこそ存在を知った時なんてすごいアイデアだろうと、ゆで卵が転がらないようにちゃんとこれを支えて、食べやすくしてあるんだ、まあ、料理用具ですけどね、あの食器なんですけどね、でもね、卵ってもともと壊れやすいものですよね、不安定で、だからなんかね、地球とか世界自体が非常に不安定なもので、それをちゃんとエクスタンドの上に乗っけて守らなきゃなんないんだっていう、なんかそういう概念がすごくすごく素敵です、うん、だからもともと世界っていうのはそんなに頑丈じゃない、まあ負けるところもあるけど、本当に達すると信頼を加えたりしてしまう、なんかそういう危機感もあったんだと思います。そういうことを思っていくと、私もご許可をいただいてから、はい、自分何年ちょっとヘビーすぎてこう踏みとどまってしまったことが、逆に今この時期だからこそ、はい、上演させていただく意味がすごく出てきたなと自分の中で逆に思ってます。それで卵の殻の中で温められすぎて守られすぎて、孵化し損なって中で死んだひよこになっちゃうっていう、ラウルのことがなんかその
世界が不安定だというふうに先生のこともあるし、それからなんか今あのどこかの大統領はその殻を固く強くしようとしてて、あの中でそこの人たちの中の国民たちは中の国が腐っていかなければいいなとか思ったりしちゃって、うん、とか言って、そうね、守られて、守られた世界って何年ぐらい続くもんでしょうかね。4年でしょうか、8年でしょうか。なんかね、そんなに長く続かないと思うんです。そうですね。本当にそう思いますね。あの日本もそういう意味では江戸時代鎖国したけれども、はい、その後あの中でも大変なことがいろいろあったし、黒船が来てから殻割る作業が大変でしたもん、ね。そうですね。やっぱりいろいろと、いや、あの国の歴史というのは難しい本ですね。はい、まああの全く自分っていうかスタジオライフのことになってしまうんですけども、はい、まあ、70年あの戦後70年ということで、はい、アドルフにすごいやらせていただいて、はい、でまあ、その前もあのパサジェルカとかシナリオとか、はい、第二次世界大戦とかあのナチスに関わる芝居をすぐにやらせていただいてるんですけども、はい、やっぱそこで終わりにしちゃいけないと思って、はい、まあ、あのどんどん何て言うんでしょう、本当に痛ましかった。あのでも本当に危ういですよね、はい、ちょっとしたことでまた傾いて しまいそうな、はい、ところにいつもいるんだなということを思いつつ、そうですね、そして傾き始めたら倒れるまで手がつけられなくなってしまう、そこにあのまあそう医療が別に先行するわけじゃなくて絶対しまいと思うんですけども、はい、まあ、あの心持ちとしては、はい、今やるエクスタンドのお話から今そのお話をやらせていただくことの意味も、はい、あの一つすごく感じて頑張っていきたいと思います、はい、でもあのいざ稽古始めてみたら大変ですいやあのすごく、なんて言うんでしょう、あのシンプルな優しい言葉を、うん、みんなが登場人物口にしてるんですけども、その奥行きの深さにもう打ちのめされます。いやいや、でもあの倉田さんは死の泉をあのお作りになってもちゃんと皆さんをドイツに連れていくし、パサジェルカであってもちゃんとあの船旅に連れて行ってくださるから、今回もあの冬のパリに連れて行ってくださるんだろうなと思います。はい、それで、まあ、役者たちがもうどうしても感情が湧き起こってきちゃうんですよね、あのいろんな言葉を口にしてると、はい、その中での、まあ、なんて言うんでしょう、でも言葉、先生の言葉は本当すごいから、あれをきちんと相手役にまず伝えなきゃいけないし、相手役に伝われば観客席に伝わっていくと、自分の感情にこう、なんて言う、呼びすぎになってしまうのを、はい、なんて言うんでしょう、そこら辺のコントロールを今探しながら、あの稽古をしております。あ、本当に大変なお仕事ですというか演出の、まあ、あのでも劇団の皆さん感受性豊かだから、そう、あ、本当にあの手前味噌で恥ずかしいんですけど、本当にあの感受性の、はい、そう感じる心、言葉、先生の言葉の一つ一つもすごく感じているので、はい、そういうあのあとみんな絵からものすごく汲み取ってます。ですから台本と、はい、あの原作を2つ並べて、はい、いつも稽古場にみんな持ってます。あ、ありがとうございます。それで戸崎にかけられたりいろいろできないところ、みんなそのためにその絵を見て、こうラルフの瞳からもらったり、ルイーズの瞳からもらったり、モーマルシャの佇まいからもらったり、本当にあのもう参考書っていうか、なんて言うんでしょう、道をつけてもらうために、うん、本当にありがたいです。それはでも、ま、あのその絵や何かからもちゃんと感じてくれる役者と一緒に仕事ができて嬉しいなと思ったりしております。あんまりこんなこと言うと尺に触るんですけど、どうですか、はい、あの、あれ、もう、あ、すみません、もうそろそろと、きっと言われると思うので、はい、あの、なんでしょう、まあ、舞台化させていただくにあたって、あの、私どもに何かメッセージをいただけたらと思います。はい、はい、あの、題材は、あの、第二次世界戦、大戦下で、ナチスドイツに占領されたパリというの、レジスタンスの男と、それからあの、まあ、身分を偽って暮らしているユダヤ人の少女と、それからあちこちで殺人を繰り返している少年という、
あの暗い設定なんですけれど、あのそこはスタジオライフ、倉田マジックできっとあの何か感じる舞台にしていただけると思っています。楽しみにしています。よろしくお願いします。頑張ります。まだまだ大丈夫。あ、先生、あの、はい、このエクスタンドの話とは別に今あの、書いてらっしゃる、ぜひポーの一族、はい、あの、あ、そうです、ポーの一族もあの第二次世界大戦です。あ、そうですね。あ、そこまさに、はい、あ、これ私に立場からすればくしくもってことになるんですけども、はい、あの、でそこにいるというのはポーの一族で思いました。ありがとうございます。ぜひ、はい、皆さんも今日萩尾先生にあのお会いしたくていらしてくださっているので、ぜひあの、はい、お話をぜひ今なさってしてらっしゃるお仕事についてぜひお話しいただきたいと思います。いや、はい、なんかあのいろんな、いろんなあの偶然重なって、フラワードにまず読み切り何か一本書けませんかって話になった時に、じゃあもう本当に短編でポーの一族の番外編を書こうとちょっと思ったんですね。それはあの、あ、米枕漠さんが会う短編に萩尾さん、ポーの一族の続き僕読みたいなっておっしゃるからなんですね。それであのずっと聞いてると不思議ですね。だんだんこう、あ、惑星が呼んでくれるなら書こうかなって気にこう洗脳されていくんですよ。それで、でも絶対キャラクター違ってるし書けるかどうか不安だと思ったんだけど、そのうち還暦を過ぎまして、不安だと言ってるうちにきっと70なり80になるんだろう、そしたらもう絶対書けないもうしょうがない、書くなら今だ。で、読者がきっと違うって言ったら、すいません、還暦過ぎたから許してって言ってもらおうと思って、それでまあ、あの、はい、書きますって言って、あ、最初32枚って言ってたんですけど、40になって、しかも終わらない。今続きを書いてる。長く楽しめて嬉しいです。それは単行本一冊で何とかまとめたいと思います。はい。もう本当にあの、ポーの一族もあの、第二次世界大戦です。エクスタンドも第二次世界大戦です。そこで、本当に。ちょうど時期的に大体似たような時期なんですよね。はい。はい、すみません。ありがとうございます。